思い立ったが吉日。まさか用もなく呼んだわけじゃないよな。了解。属性を見下ろさん。初めてここに来た時、あの時あいつに帝君がオイラたちの今の関係ならお供え物なんかなくたって会えるよな。お、どれどれ。おお、綺麗な人だな。確かに。うん、ひひ。お前たちは何を言っておるのだ。え、ちょっとした変化。じゃあそれはお前、そんなことおい、私のはこいほう。わらわは昔、余計いたたまれない気持ちになってきたぞ。あ、そうだった。うむ、そういえば。ああ、なるほど。特に用がない。よーし、はあ、カーンといえばあの子は一日中仕事で忙し、それに最近神格は新しい仕事を見つけたようで、わらわに手紙をよこしてきた。しばらくは帰らないなどと。もうすぐ月海亭に着くぞ。カンウが普通、カンウと神格って人になった船長を見たことあるのかな。あれ、あいつどこ行ったんだ。なんで立ち止まってんだよ。静かに。わら、わらわはあの子を困らせたくない。ここで遠くから眺めるだけでいいのだ。わらわに代わってお前たちがあの子の近況を聞いてきてくれ。絶対にわらわがリーウェ校に来ていることは言うでないぞ。確かに、それもそうだな。わかった。じゃあオイラたちが挨拶して。龍神君、気づかれた。カンウ先輩のお知り合いですか。ええ、ごめんなさい、この後の会議を少し延期できませんか。確か今日の予定は結構埋まっていましたが、夜にやればいい仕事もあったはずです。はい、そう手配します。ご安心ください。ええ、頼みました。また会えたな、カウ。そうですね。でもどうしてここに。それにシン君も人の姿で出歩くのは久しく見ていませんでしたが。人違いだ。わらわは龍雲釈風神君ではない。ただの通りすがりの一般人だ。お、全くごまかせてないぞ。今のは少し試しただけだ。久しくこの姿になっていなかったというのに、一目でわらわのことがわかるとは。
シンくんのことがわかるのは、当然のことです。それもそうだな。わらわは用事があってたまたまここを通りかかったのだ。そのついでにお前を一目見に来るのも当然のこと。おいらたち用事なんかあったっけ？あ、そうおいらたちやらなきゃいけないとっても大事なことがあるんだ。だからここに長居するわけにはいかなくって。そうでしたか。せっかくお会いできたのに。わらわは様子を見に来ただけ。長話をして邪魔するつもりはない。こたびの雑談はこれくらいにして、またいつか。わかりました。お前の仕事一人前になったお前の様子を。待って。まあよい。前回お会いしてから、それとぶしつけながら人の名前。お前が言う。わらわの名声は相当なものだ。お前たちが測れぬ。カオ。ああ、時に千人。実はこれらの。え？また。お前。出なければなんだというのだ。そういうわけ。それも無理のないことかと。伝説に私は干ばつとともこの歴史に千人来たり。うわあ、そんな。属性の転籍。でも。なんだか笑わせるでな。わらわの話はここまでとしよう。関羽、神格、先日死後、それから平日一気に特産。神君、ご安心ください。近頃。そうか。え、で、それな。お前は仕事。わかりました。どうかお気をつけて。あ、うん、どうだ。おいら、さっきはなかなかうまく合わせられただろ。お前が用事があるって言ったのは、カオの仕事。属性を見下ろす。口実とまではいかぬ。わらわが今回リーウェ港に来たのは、確かに用事があるからだ。え、そうだったのか。今はまだその時ではない。だが、後でわかるようになる。なあ、何を言いたいかわかるか。ああ、よくわかるとも。美人を前にするとご馳走には目もいかなくなるってことだろ。メニューよりも彼女の連絡先が欲しい。君が聞いてきてくれないか。お前が行けって。いやいや、やはり君が。またこっちに来たぞ。二人とも、ご注文は。こんにちは、お嬢さん。よかったら。ご注文は。ボラミートを二つ持ち帰り。じゃあ私たちはこれで。いらっしゃい。接客の言葉と挨拶のこと。うむ、そちら。ひひ、師匠か。うえー、ほう。わらわの記憶ではお前は十数年は。どうしたのだ。いや、ついでに。確かに。お、旅人にパイモンじゃないか。神格、座ってゆっくり。感謝する。やった。やはりわらわだが、ここで働くとなるといろいろな人と付き合うのは避けられまい。神格、お前はたできると。おお、まずは彼と。なんというか。ならよかった。師匠は。うむ、なるほど。我も師匠。そうだった。仙人。そうだ。うむ、カンは。そうか。ん、師匠。いや、ただちょっと不意をつかれてな。
話しても構わない。お前がわらわの話術をどれほど学んだか見せておくれ。うむ、そこで師匠、鉄製の機械の車で、確か電光昨月地区だが、残念ながらその電光両輪失踪機は山道が苦手で、目的地を前にしてひっくり返ってしまった。勝利まであと一歩だったというのに。今師匠が語り終えた。そうか、師匠は寂しい。わらわが寂しい。なんだ、なぜ。いや、おいらもよく我にとって。だがお前、しんくんのやつまだ空いてる席はあるか。すみません、水に魚をもう一つ。客人が増えてきた。我は手、うん、うむ。おいしいものがこんなにたくさん。わらわはあら、この店の料理おいしいな。ちょっと辛い。お嬢さん、おばあちゃん、いい匂い。それか他のお客。そうだね。こんにちは、相席してもいい？うん、オイラはいいぞ。お前たちは？よかった。おばあ、そうだよ。いや、おばあちゃんはよく白髪の童顔って言われるんだ。おばあちゃん、わらわのこと、いい？袖振り合うも多少の縁、遠慮せずに座るといい。おばあちゃん、食べたいの？もうまた始まった。目にミミズの煮込み。何言ってんだろう。そうだな。なあ、その鉄道を。お気遣い、あたしが物心つき二人とも早くに亡くなって。あ、でも、おぉ私は、おばあちゃんは強い。そうじゃろ。それに全部をきれいさっぱり忘れたわけじゃないぞ。とても大事なことを覚えておる。そのとても大事なことは何じゃったか。ああ、思い出した。夢じゃ。こんな夢を見たんじゃ。あたり一面真っ暗で、私の前に誰かが立っておってな。その人は見つけてほしいと私に言うんじゃよ。見つけたら解脱ができるそうじゃ。え？そんな大切なことをなんで私に教えてくれなかったの？夢だから忘れてしまっていたんじゃよ。ただ今はなんだか気分が良くて思い出せたんじゃ。確かその夢は何回も繰り返し見た。具体的に何回かははっきりとは覚えておらんが。ずっと同じ夢を見ていて、夢の中の人が自分に語りかけてくる。なんだか奇妙な話だな。また、これってまさか何か良くないものに取り憑かれてるんじゃないか。それはない。この方の目は清らかで、呼吸も安定している。邪気が取り憑いた気配はない。本当か。お前は先わらわを何だと思っておる。そうだったな。お前がこっち方面の専門家だってことを忘れるところだった。じゃあおばあちゃん、覚えてん。若い頃のおばあ、話を聞けば聞くほど不思議な感じになって。やはりあの、いいの？オイラはパイモンだ。わらわのことはカウンと呼ぶといい。うん、手を貸してくれてありがとう。ただ失礼だけど一つ聞いていいかな。報酬はいくら必要？報酬なんて必要ないぞ。だろ？
用いたしましてだぜ。さっき簡単なことだ。夢の中で若い頃の自分を見たというのなら。おお、確かにそうだな。ああ、覚えてるとも。空の上、地の下、果てしなく広がる白い雲、おいしい、あ、私がとても小さかった頃にね。お父さんが、もしそれが驚愕？あ、そうだ。行くのか？私が料理。しばらくは別れて行動する必要がありそうだ。旅人とパイモンは飛雲紹介、延滞と総玉はここに残って食事。歌人録。ふむ、そう。どうぞ遠慮なくお召し上がりください。ついてこいなんて言ってないよ。風よ、おや？ゆくあき！手がかり、君たちの話か。無名の除血？ああ、50年前、干ばつによる長い災害が唯一知られているのは、干ばつが収束、若くしてなお。さすがゆくあき。それほどでもない。それでもすごいと。そうだね、もしかすると彼女はこの3カ所に気にしない。胸郭は引退した後も、それになぜ。もし真相をつ、ああ、ひひ、いる。あ、そうだ、前に聞いた話にも。そうだね、そのおかげで作物は枯れ。すごく。ああ、だけどこれほどひ、これよりも悲惨な災いが遥か昔の時代では。さて、もう大丈夫だぞ。よし、おばあちゃんが。じゃあオイラたちはそろそろ行くな。助かったぜゆくあき、またな。ああ、道中気をつけてくれ。ミオラさん、さあ、頼まれた音楽は録音しておいたよ。感謝する。お歌人。いや、ただその姿のあなたを見るのはいつぶりじゃろうと思っての。時がなん。山中では時を感じず。どうしたんじゃ急に。あ、つまりお前のようにリーユエコーで言うゆ。うん、たかん、待たせたな。うん、大し。おう、お嬢ちゃん。あ、総玉、この可能性。無名の除血は天候奉仕と恋に落ちたって言ったよね。その人、おじいちゃんのことは何も覚えてないけど、前に屋根裏部屋で箱を見つけたんだ。うん、私もそう思う。そこに行ったら、実にまるで野山を散策しているかの。そうかい。ありがとう。内緒話だから。風よ、どうしたんだい。実はご飯を食べ。うわ、そのあなたたちっての。おい、カンは今回。その通り。うえ、やっぱり。実は昔、私その時高熱を出してて、その尖閣は。でもずっと寝。あ、
真っ白な缶はどうだ？おかしいけど、ありがとう。うん、まずは帽子、うん、しゅ、おばあちゃん。ああ、覚えておると。私はここ、私も一緒に。言ってることはあんまり分かんなかったけど。うわっしょお、人ではないものの気配を感じたゆえ。だがお前たちがいるのなら久しいな、龍雲神君。ああ、へえ、あや、またやっぱりオイラが当ててみるぜ。これはわらよく似てだろ。だが当時の紀州が世を去って、しゃべらん属性を離れ、世のしがらみを、戦争の後だが どう。おばあちゃん大丈夫？はあ、話はここまでだ。何かあれば、わみんな、おばあちゃんが。焦らず。昔、えすまないね。そこ防御旅館に、ところが仙人の力せ、ちょっと待った。っていうことは、よく思い出す。おばあちゃん、ああ、そうにょくちゃ、記憶とは少しずつ取りも、そうだな。でも野外、ほら、いミオラさん、天へと舞え。みんなは俺が守れ。やっほー。はっ、堂々不意打ち。じゃが、そっか、みんな少しいいじゃろうか。確か、そうそう、おやつを持ってきたんじゃ。ちゃんとお食べ、しっかり食べて元気に育つんじゃよ。やったー。じゃあ遠慮なくいただくぜ。属性を見下ろせ。天へと舞え。あの日は月の見えない夜じゃった。私は毛が多い、宗玉ちゃんのおじいちゃんに支えられながら必死に逃げて、じゃがその夜、すべての過ち、そこまでは思い、そして
部屋に産声が響き渡った。宗玉ちゃんのお父さんお父さんは私の誇りじゃった。宗玉ちゃんやお父さんは私とは違う。私はおばあちゃんがどんな、ありがとう。さあもう一箇所残って、次の場所は慶雲町だ。エンタイ、体は平気か？足が不自由ではあるが、頑張ってついていこう。じゃが、もう少しゆっくり歩いてくれると助かる。背に乗るといい。おぶってやろう。軽いな。人間は老いたらみんなこうなる。そうじゃろう。記憶を失い